これはちょっと。もうちょいルール覚えれば、はい、多分余裕で育つと思いますね、はい、後半ちょっと何をすればいいのかちょっと分かってなかったんで。あ、そうですね、まあ、でも序盤もなんか序盤もてんやわんやなっちゃって、もう最初本田キリンはね多分黄色トリンケットの方が多分強いんで、あんま確認しなくても、はい、多分いいと思う。そうですね、手前でここめっちゃ上手かったここね、ちゃんとトリゴールもやって赤バフを長くすんのはめっちゃうまい、はい、この後赤バフ行くのってどうなの。赤バフじゃない、相手 ADC がフラッシュ落ちてて、なんかここプル、はい、プルだったらもう行こうかなって、いつもなら行っちゃうんですけど、行かない方がいいです。今はファーム重視の方が絶対です。はい、でここなんですけど、カエルやった方がいいですね。ああ、あ、カエル、あ、そうか、カエルからの方がいいんでしたっけ、これって。ここカエル勝った方が後で多分2周目やる、はい、あの青バフがそう、狼帰るとすぐ湧いてくるんで。そうか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 、あ、なるほど、わかりました。あとアーフが長くなるの、はい、でグローブも早く湧くから。そうですね、ということですね、わかりました。ここはもう早めに殴り合った方がいいですね。パッシブ溜まっちゃうとモレで強いんで。ああ、でもここの、あ、そのこのワード見えた瞬間、はい、敵っても大体ここから来るじゃないですか、ウルクリアして、はい、もうここに待って行った方が多分誰せもすぐ来れたと思う。そうですね、あ、とかあれもそこの上側のあのヘリでもよかったですかね、ヘラルド、もし待つなってたんですか、待つになったらヘラルドヘリで待って、あ、でモレのパッシブが溜まる前に、分かりました、戦った方が良かったです。モレと戦うの初めてで、ちょっと正直勝てるか分かってなくてそう、本当に学びなんで、こちらのファームしてないですね。え、勝てます？ね、勝てないですけど、はい、ゲージだけもらうことはできます。あ、わかりました。ちょっとすぐ逃げれるんで。これはちょっと。あと序盤のクリアなんですけど、もっと E を使え、E が湧いたやつ、E が湧いたやつ使うみたいな。あ、はい。感じがいいですね。HP がちょっと、あとここで死んでちょっとルートが、そうです、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいました、なくなっちゃった。これはもうおとなしく、ね、素直にもう鳥とか上を待った方が、はい、綺麗に回れます。でもちょっと基本のルートは打ちすぎちゃったんで、ファー ム、はい、ファームをちゃんとしたのはマジ偉いですね。ミクロはマジあるから、ミクロで勝負してもめちゃめちゃいいと思う。マジミクロ高い。いやいや、全然そんなことない。マジミクロ高い。いや、全然。おちゃんヘラで言ったの偉い。俺はこうも何も意識できなかったね、とりあえずヘラルドだけは。まあそんぐらいで言ったもん、ヘラルド。はい。誰も来ないし。まずはもう。ちなみにこうち、まあ、結構ソロ級だとこういう考え方じゃないですか、はい、なんかチームゲームだとそのどうとかって、やっぱチームゲームだと、はい、どこを勝たせてどこをキャリーさせるかみたいな、あ、はい、多分、この試合、この序盤はこのボットを育てて序盤、作ってもらおうと試合を、で後半は、はい、中盤はこういうこのジャンプを見てあげようみたいな、はい、そういうなんか役割を。そうですね、なんか僕最初にちょっと思ったのが、はい、基本的に、まあ、ベインだったんで、はい、陣に押されるかなっていうふうに思って、押されません、確かに。そうで、もしチームゲームやるんだったら青側から始めて、押されてるところをその、まあ、助けに、まあ、ザイラの CC もあるしザイラは、はい、っていうので助けに行くのもありかなっていう最初にちょっと思ってたんですよ、試合開始の時に。そうですね、確かにそれもありですけど、はい、まあ、ソロ級でキャリーするならこっちなのかなと。それもあるんですけど、助けに行くより、はい、多分もっとキャリーできるレーンを作った方がいいみたいな、はい、多分逆に多分トップ、まあトップ勝ちやすいやつだったらトップで勝たして、はい、自分も育つしみたいな、ボット与えてもらうみたいな、はい、もっとチームゲームだったらこのレーンが耐えるみたいな多分わかる。でソルキューは多分そういうのあんまないんで、はい、今シャルルハイの、まあ、練習もしてて、はい、でどっちかっていうとやっぱトップよりボット寄りの考え方なんですね、そうですね、ボットミッド
で考えてて、ってなったら、まあ普通に青側からもう始めるぐらい、そう逆側から、はい、ボットと逆から始めて、あのファームして、まあ、ガンクしてのルートをもうずっとやるっていうのが、今の自分のなんか実力的にも、そのなんか考え方的にもいいかな。そうですね、いいと思う。それを、まあ、チームの狙いもあるかも。このチームはボットが強いからボットを育てるとか、このチームはジャングルが強いからジャングルを基本として育てるとか、そのチームの色によってはジャングルって変えるんですけど、そのまだそういうのを決めたらそういう動きにしてもいいですね。うちらはトップレーンが強いからトップをうまく使うゲームをしようみたいな方がいいです。チームによってもいろんな勝ち方があるんで、はい、ちょっとヘラルドまず出すとこが分かんなくなっちゃって、ヘラルドはでも本当に自分がお金欲しい時、はい、お金欲しい、もうボットにめっちゃいるんだったらもうこの辺走ってここにヘラルド出して、はい、自分だけお金もらうでもいいです。ソロ級だったら、はい、とかもう出せなかったら、うん、チームだったらソロ級は本当にじゃあ自分ファーストで、そう自分ファーストです絶対ソロ級は、はい、本当に勝っチーム戦やりすぎちゃうと多分ソロ級勝てなくなっちゃう。うん、逆にねソロ級やりすぎるとチーム戦勝てなくなるっていう。でこの試合だともう結局、まあ、もうクリアし続けて6レベルになってトップダイブしてヘラルド取って自分でお金稼ぐっていうのが、ね、うね、ネスティさんだとそうするって感じですかね。俺はトップずっといじめるかもしれないですね。あとで明かりってちょっと倒すの難しいじゃないですか。難しい。でもダブルとかウルトとかがするだけで、はい、あのタワーストのファームってあんま取れないんで明かりって。ああ、だからそれだけでもう相手が腐るっていう。腐るし。もうちょっとそのミュートでしたね。面白かった。全く見てませんでした。お金かかってるんですね。でももしなんか、はい、あのチーム用で戦う時のやつ録画してくれたらそこも教えますよ俺。本当ですか。チーム用の、はい、あじゃあ昨日の練習の時、まあ、結構キャリーめっちゃキャリーしたんですけど、その試合は、はい、なんか逆にこうもっとこうしたらもっと余裕に勝てたねとか。あー、OK です。それも見てもらってもいいですか、もし時間。あ、でも時間が全然大丈夫です。僕は大丈夫ですか。そうですね、ソロキはもっとじゃあ自分ファーストでキャリー。そうですね、ファーストキャリーの方が多分、はい、ソロキそういうもん、なんか自分のミクロを上げるところですか、うん、ソロキって。はい、わかりました。あとこういう時間18分から20分からは、はい、結構勝負する時が、はい、18分ぐらいかな、18分で、はい、18分ぐらいから多分自分が次何取るかを確かめてもいいです。このタワーを取るんだったら集まるとか。ああ、はい、そうそう、大体ファーストタワーから全部追っていくんで、はい、敵がもしここを見るんだったらまだ勝てなかったらトップ行って人数をかけるみたいな。この時間にちょっとファームも大事なんですけど、あと、はい、ファームしながら何かを狙うことを考えた方がいいです。ドラゴンとかも3個目のドラゴンとかも次ドラゴンだから早めにルコールしてみたいな。マジミクロはマジ問題ない。こういうゲームの作り方を覚えておけば多分すぐ上手くなると思う、はい。ここはもうトップドラゴン捨てるんだったら、ドラゴン捨てるんだったら俺はトップでトップのジャングルをクリアしながらみたいな、ね、これもっと早くできるといいね。そしたら多分ここ割れたし、ね、ああ2本目まで、ああなるほど、敵もしか、あの敵に取らせるんだったら自分たちは逆、はい、逆側の方でキャリーした方がいいから。わかりました。自分たちそこまでファームみたいな、ドラゴン、はい、次にドラゴン枠までファーム、スカンドタワー取るまでファームみたいな、そういうのでいいと思う、はい、でこういうキャッチとかはマジでうまかった。こういう1対1めちゃめちゃ強いからどんどんやった方がいい、ね、はい。もうあとここうなかなか前いけないけどねめちゃめちゃ前ね。もう逃げる人結構多いのに。前行くのはマジで偉い。
僕スマイトあんま使ってない。スマイト、あ、そうですね、ちょっとこれちょっとまだ不慣れな部分が出てきました。スマイトはむずいしな。忘れ、めっちゃもうあの1番2番でも結構忘れ、あのなんて言ったらフローラーとかのアイテムも結構忘れがちなんで、まだちょっとスマイトは意識します。スマイト、あとアイテムなんですけど、はい、マーキリがいいですね。マーキリがと相手が4人 AP だったんで、はい、4手目マルモトゥースでも、多分マルモトゥース積むだけで多分余裕で試合もっと暴れられたと思いますね。4人 AP なんで。そうですね、ちょっともう脳のリソースが終わっちゃってます。ゼロでしたね。それはもう 4AP なのも今思い出しました。相手が、あとなんかこの試合なんか結構こういい感じになった時間帯から、うん、なんだろう、味方にあやばいやばいみたいな、うん、あれはあれもでもあれはまあ、ね、ライズ、まあ、ライズは勝ったら俺もええと思ったもん。ライズ多分これはもうついていかないとも大事かな。うそうっすね、ついていかないのと、自分がさっきさバロンここで、そうですね、ここでもしキングが死ななかったらバロン取れてたから、ここで集団戦勝って味方が、はい、でもジャングルは死んじゃうと良くないから、バロンとかドラゴンとか取れなくなっちゃうから、はい、あんま死なずに、多分これもマルモテウスとか、うん、マーキレとか入ってたら多分いっちゃうと思うから、じゃあ本当にそんぐらい、もう集団戦はマジでうまい。なんか貧乏な割に意外と動けたかなって気はしました。マジで何もないなと。ちょっとルールに沿うっていうのと、ちょっともっとジャングルのクリアでそのスキル、そうですね、でまずそのめっちゃ初歩的なとこやって、ルールを決めて、そうルールを決めてほしいですね。このお金まであったらキャリーできるとか、はい、うん、っていうのと、中盤15分とか以降はそうですね、オブジェクトを決めて、オブジェクト、はい、そこまでファームするかみたいな、はい、考えたほうがいいです。わかりました。